竹垣サトルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。4月18日夜の10時過ぎに池田組田中裕二副本部長の倉敷市玉島にある関係者宅に手榴弾が投げ込まれるという事件が起きましたが、何か聞かれてますか？数日前から不審者が家の前を行ったり来たりしとったんで、2、3日前から留守にしとったよったな。あ、そうなんですか。うん、怪我人出なくてよかったですね。そやな、これ怪我人でもあったら大事になっとわな。で、隣のアパートや向かいに止めてあった車の窓も割れとんやろ。で、田中裕二副本部長は夜中の3時まで警察で事情聴取されたみたいやな。あ、そうですか。うん、防犯カメラには映ってたんですか？映っとったらしいよ。手榴弾放り込んで 2、3 秒で爆発して黒っぽい軽音で逃げたいって言うとったな。田中裕二副本部長と直接連絡取られたんですか？ちょうど事件後に私とこ電話あったんよ。あ、そうですか。まあまあ、そやから今回の事件でますます燃えとおいて言うとったな。そうなんですか。元気な男よ。手榴弾を投げ込んだ組織として3社ほど名前が挙がってますよね。4代目倉本組と2代目若林組、それと山県組の3代目瀬野組の名前が挙がっとったな、うん、けどひょっとしたら内部抗争の可能性もあると私は見とんやけどな。でもまあな、内部抗争で手榴弾放り込むこともまずないやろと思うんやけどな。でも池田組内部もいろいろあるみたいですね。そらまあ、田中裕二副本部長の性格やからずけっともの言うわな。で、そこらでやはり煙たいもんも出てくるやろしな、うん、そういえば黒田博之社邸2代目富士健工業の組長ですけれども、統括委員長になられたんですね。うん、ここが統括委員長になったいって聞いた、うん、で、田中裕二副本部長もまあ、わしの前に席が来るけど黒田博之先輩やったらまあ、喜んで言うような話をしたい言うとったな、うん、仲がいいんですか？だから今言うたように仲がええから、まあでもな、岩渕匠本部長とはものすごい仲悪いみたいで。なんか原因あるんですかね？そりゃお互いあわあわがあるやろな、うん、でまあ岩渕匠本部長は池田隆組長が可愛がっと若いしやしな、うん、そやからそこらにズケズケ物寄ったらまあまあどっちもお互いにええことないと思うわな。そうですよね。でまして本部長が東京大住やったらその地元の田中裕二副本部長に何でも話聞くようになるやろしな、うん、そこら辺で話の行き違いも出てくると思うわ、うん、この度の事件で池田組側から何かお見舞いのような言葉あったんですかね？いや何もないに違うか。え、そうなんですか。うん、内部でいろいろごたごたしそういうのはそこらやろうな。手榴弾を投げ込んだ組織として先ほど4代目倉本組の名前も出ましたけれども、何か因果関係あるんですか？大和会がこの解散してずっと仇でおったいうのは前に言うたな、はい、それで倉本組に知り合いがおって倉本組の統括委員長で行っとうわけよ。あ、そうなんですか。で、そこをまあ波紋になるわな、うん、それで高木昇る頭の何回忌かに出席したいって聞いたな。あ、そうですか、うん、2代目若林組は前谷雄一郎若頭を起こした石川雄一郎さんの事件に絡んでっていうことですよね。まあ当時は頭やった森隆組長が石川雄一郎に杯やっとったみたいやな。だから会費もみんな払いよったいうようなことを私聞いたな。交渉会といえば会長もお会いされたことのある匠勝若頭事件の実行犯吉田武史さんの養子の方がいらっしゃるんでしたよね。城内真瀬、今射程頭やな、うん、先日うちで取り上げた2代目花房組藤田康道組長を小松川署に送り届けて、この3月から
行方不明になっている協商会金子和人会長ですが、こちらとも城内真瀬射程頭は仲良かったと聞きますが。仲良かったみたいな。で、東京でおる時にバッテリー組んどったいうようなことを言うとったな。あ、そうなんですか。うん、あの動画の後、一部では心配の声が上がってざわついてたみたいですけれども、どこにおるんか一日も早いことお父さんに分かればいいのにな。うん、金子和人会長はものすごく酒癖悪かったみたいですね。そうよったな。そら、あそこまで酒癖悪かったら敵もできるわ言うて東京の私の友達が言うとった。会長の酒癖も大概でしたよ。私の場合は、まあ、竹中組枝野自分からおじきって呼びよった人間でも、酒飲んで私は、まあ、酔うてないのに酔うたふりして絡んどったこともあるしな。そうですか。で、おじき、えらい昨日はすんまへんでしたな言うたら、お前あんまり酒飲むなよ言って、うん、そやから竹中組いうとこは酒癖の悪い人間がよくおったんよ。そら、あの安藤美樹組長の兄貴分三村和幸も酒癖悪かった。あ、そうですか。まあ、私とこの副長で竹中組がないなって来たんやけどな、そやから私三村和幸とも喧嘩したことあるよ。あ、そうですか。おう、あの動画の後、金子和人会長のお父様お話されました？連絡あったな。あ、そうですか。だからよっぽど心配しとんやろな。うん、で、藤田康道組長の姉さんから電話もろた相手お父さん言うとったな。あ、そうですか。うん、うん、それで藤田康道組長が出頭するときに宮崎大輔若頭を二代目協商会の会長にしたいと言うとったな。あ、そうですか。うん、で、三人で飲んでその時に藤田康道組長と杯直ししたみたいで。あ、そうですか。うん、で、脱退届出したいうのはお父さん曰く六代目山口組を欺くためやと。あ、そやから二代目花房組の本部長に帰ってきたなる予定にしとった相手。あ、そうですか。そやから偽装だったやな。あ、そんなんでお父さんも引っかかとん違うかな。うん、話戻るんですけれども、手榴弾って山口組ではあまり聞かないんじゃないですか？あんまり聞かへんけど、まあどこでも持っとうわな。アメリカの米軍基地からこれみんな入ってきよったからな。あ、そうですか。会長ところは持たれてたんですか？いや、持ってない。そんなあのダイナマイトとか手榴弾危険なことうちはせえへんし、まあ中野会自体が茶貨持っていけいうとこやからな。あ、そうですね。でも昔な、姿に海の生島久志組長の事務所に中野会と極真連合橋本博美会長とこの若い人が連合でこの行った時、まあその時中野太郎親分の兄弟分水戸庄司さんいておったんやけど、その人が死になって手榴弾放り込んどったわな。あ、そうですか。うん、だいぶ前に山県組本部事務所前でもありませんでした？あったな、2010年やな。あの時も怪我人が出んでよかったけど、近くの家の外壁や窓ガラスが割れとったやろ。犯人捕まってますよね？捕まったな。5年後の2015年やな、住吉会系の佐々木昭夫元組員が犯人で、15年の休憩で11年の判決が下りとったやろ。そやからこの手榴弾いうのは人的被害がなかったも重たいわな。冒頭でも少し実行犯について触れましたが、やはりこれは抗争の流れになるんですかね？内部抗争にしろ、六代目山口組からの攻撃にしろ、抗争には変わりないわな。でもこういった事件で高山教師若頭は嫌うと聞いたことあるんですけど。これな、昨年12月、清流会の山内剣道会長とこに突っ込んだ事件あるわな。 ありましたね、うん、こんなしょうもないことすな相手高山清志頭は怒った相手、私は聞いたな。あ、そうですか。では本日はこれぐらいで、ありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.